新型コロナミュー株を日本初確認。厚労省が日本の空港検疫において新型コロナウイルスの変異株のミュー株が確認されたと発表しました。こちら、6月と7月にアラブ首長国連邦とイギリスから日本に到着した女性2人が感染してしまっていたことが確認されておりますが、このコロナウイルス、 変異しやすいとされており、感染拡大に伴い変異株が発生してしまっておりますが、まあ、日本においても感染拡大で新たな変異株が確認されておりますけれども、ミュー株に関しては、現時点においては感染力や毒性などの情報について研究中であり、はっきりとはしておりません。ただ、様々な可能性がございますので、 日本政府には現在、日本国内で感染が拡大している感染力の強い変異株に対応するためにも感染症対策の見直しを進めていただき例えばマスクの着用であれば布マスクではなく不織布のマスクの着用を推奨するなどして感染拡大がこれ以上続かないように 日々対策を見直し、実施していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。